光先生をご視聴者様から質問が届いております。光先生は土日祝日は完全にお休みですか？土日祝日僕は正月休みですけど、でもなんだかんだ言ってね、休みの日も新しい法改正もそうだし、実務上のこともそうだし、勉強する時間、これを仕事というのであればこれもまあ仕事です。あとは研修行くとかもそうだし、事業計画考えるとかね、マーケティングのことを考える、業務改善をするとか、そういったのも仕事ってすると土日も働いてますよね。正月三が日なんていうのはその年の自分の目標設定とか事業計画考えたりとかで1日潰れますから、実働稼働以外で考えると365日仕事のことは考えてますよね。経営者ってそんなもんじゃないですか。それが楽しいと思えるならやった方がいいと思うし、僕自身もそれをやることで自分の夢とか目標とか理想っていうものが少しでも早く実現したいと思って楽しくやってるだけなんで、それができるかどうかですよね。頑張ってください。